知床洋山は北海道ラウス町と斜里町にまたがる、知床国立公園の知床半島に位置する活火山である。山頂部は斜里町に属していて一等三角点に指定されており、そこの標高は1562.5メートルである。知床洋山はラウスだけ、天さ山とともに知床半島の活火山の一つで、山頂だけではなく、 山腹にも流気口が存在し、常に噴煙を上げている。安山岩室の清掃火山で、知床半島に存在する第四期火山のうちで、最も大きく、今から24万年前には、活動を開始、奇跡安山岩や副奇跡安山岩、火山灰、溶岩や火災物の噴出により、清掃火山を形成している。山頂部には2つの火口がある。両火口が接する。 河口壁上には、ナマコ山溶岩ドームと南方溶岩ドームが生成している。北西側中腹の爆裂河口は、しばしば多量の溶融溶を噴出する、特徴的な活動を繰り返し、世界的にも珍しい噴火形式である。北西側からは、硫黄川、カムイワッカ川が流下する。頂上には二つの爆裂河口が残り、北斜面をうしのった側、 カムイワッカ川がオホーツク海へ、南斜面を生じ川、ケンネ別川、モセカル別川は根室海峡へ注いでいる。気候は冷涼で海から直接強風が吹きつけるため、森林限界が500から800メートルと低く上部は廃末帯となっている。現地では単にイオウ山と呼ばれるが、近隣の手カガ町にもイオウ山があるため、区別するために、 知床洋産と呼ばれる。自然環境が過酷なこともあり、山陸には集落はなく、海岸線にわずかな番やカムイワッカユの滝などの観光地があるのみである。なお、付近一帯は第29回ユネスコ世界遺産委員会で2005年7月17日に世界遺産に登録された。1917年に三角点が設置され、 本格的な登山は1926年、北海道スキーボ山藩の須藤千之助らが最初であり、1929から1930年頃に木下矢崎地が重装に成功したのに対し、積雪期は1931年の鈴木夫と吉らが最初であった。知床洋産の主な歴史である。 1859年、アイズ藩によって試みられるも1967年に取り留めとなった。1874年、ベンジャミン・スミス・ライマンが測量を行い、1876年、水月前、録画採掘の出願、翌年より本格的に着手された。1890年には絶頂期を迎えたが、その後減少し、 明治30年代には一時採掘が途絶える。1936年に異様の大噴出があり、港月屋から日本特使工業株式会社へ採掘権が異常。2018年現在でも当時の採掘アートがカムイワ川川口と新噴火口付近に残っている。第二次世界大戦以降は採掘は行われていない。近年では以下のような噴火記録がある。 所要時間、上り4.5時間、下り3.5時間、距離5トル、標高差 1320m。カムイワッカから養蚕登山口までの区間は、道路特例使用承認申請書を、北海道オホーツク総合振興局に申請すれば、登山者に限り徒歩による通行が許可されている。期間は6月第3週目の金曜日から9月最終週の日曜日までである。 イオウ山の山腹は、ヒグマが多数出没する地域であること、落石の危険があること、現在も活発な噴気活動が見られており、火山ガスが発生していることに留意しなければならない。山頂付近の登山道の桜木地には、知床すみれが自生している。頂上からラウス岳方面への重層もあり、頂上を少し下ったところから、伊田種別源頭をたどるものと両線沿いに、 地縁別竹を経由するルートに分かれ、南岳付近で合流する。水場は、伊田種別原頭、二つ池、佐種類岳と三分の安部にある。他に、沢登りの宇都路川からの伊田種別川、うぶしのった川、ラウス川からの県根別川、昭治川、モセカル別川の入京ルートや積雪期の三崎町ルートなどがある。10ヶ月にわたり、がし、 カムイワッカ側川に沿って流れ海岸に一時、交差浜を作った。ありがとうございます。